Hi guys! It's Seigo and Bram! で、今日はなんか Seigo が見つけたサイトの記事なんだけどその記事によると日本人が思うアメリカ人のイメージっていう、うん、そのなんか書いてあるものを紹介して、うん、Seigo がそれを俺に言って俺はそれ本当かどうかっていうジャッジする、まあ、話し合うっていう感じしていこうと思ってますそう、これね、なんかいろいろ書いてあるけど、まあもちろん日本人がみんなそう思ってるってわけではないので、まあそこだけは。ね、なんかまあ、ただ面白く、ね、うん、やってみようかなと思って。Okay. じゃあ、アメリカ人の人はコミュニケーションを取るのが上手？まあでもこれ多分全部こんな感じだと思うんだけど、それだって見逃そうっていうことじゃないし、うん、絶対、ね、コミュニケーションがめっちゃ苦手な人もいっぱいいるし。ね、なんかアメリカ人っていうとやっぱりなんとなくわかるんだよね、コミュニケーションがさ上手っていうのもなんとなく理解はできちゃうけどね、ブレンが言ったようにいろんな人がいるから、そう、なんかね、アメリカ人っていうふうにくくれることはちょっとできないけど、ね、でもなんかイメージがわかる、その日本人が言ってる、うん、なんかアメリカ人はコミュニケーションがすごく上手。でもそう、コミュニケーションが上手な人はいっぱいいるんだと思う、ね、いると思うけど、でもコミュニケーションが上手っていうか、まあ俺こっち来て、なんだろう、あんましそこまでシャイな人を見ないかなっていう感じ。まあ普通に挨拶してなんかもう普通に自然の流れで会話するかなって思う。でもコミュニケーションが上手って何で上手だと言ってるの？だって会話だよみんな。なんかなんだろう、会話の質じゃなくて、うん、なんだろう、とりあえず何でもいいから喋れるかみたいな感じ、うん、なんか話題作り、そうそう、話題作りが上手かなって感じ。まあそれはそうかな、うん、どうね、喧嘩が強そう、強そう予想喧嘩強そうだね、アメリカ人は。これもあれだね、ドラマとか映画とかね、うん、多分なんか喧嘩が強そうっていうか、体格がいい、なんかまあ体格がでかい人が多いのかな、それかな、なんか勝てなそうって思う時は。そういうことかな。でも喧嘩っていうのは何、言葉の喧嘩なのか殴り合いの喧嘩なのか、いろいろ含めてじゃない。でもなんか喧嘩って言ったらなんかもう殴り合いのイメージだけどね、俺は殴り合いのイメージだったらやっぱり強そう。あれだってさ、警察官とかめっちゃ怖いじゃん、アメリカの。なんかもう、うん、みたいな。でもほら、それもそうじゃん。だってアメリカ人みんなでかいに限らないし、ちっちゃい人もいるんだけど、そうね。そのイメージもなくしてほしいんだけど、だってちっちゃい人もいるんだよ。普通にアメリカ人って白人だけじゃないし。ね、でもブレン、喧嘩強そうじゃないもん。そう、俺喧嘩強くないと思うし、合ってないと思う。ってないと思う。まあイメージだからね。そう、あとは誰でも受け入れてくれる。ないよ。それないな。そう、なんかなんだろう、誰でも受け入れてくれるっていうの。それもほら人によるよ。なんだろう、日本よりはなんかその人種的な差別ってのはそこまで多くないけど、なんかまあアジア人だから。挨拶しないとかそういうのもあんましないけど、まあ LGBTQ のことに関してとか、うん、なんかゲイだからなんか受け入れないとかそういうのはあるよね、うん、ブーター。でもなんかこういうの難しいよね。だって本当に人それぞれだし、そのどういう団体に入ってるとか、本当に人と場所とかによるし、ね、ゲイだけじゃなくて LGBT だけじゃなくて人種差別めっちゃ多いよアメリカ、めっちゃ多いよ。なんかないと見せてんだけど本当はめっちゃ多いし、なんかそれが誰でも受け入れるって難しい。誰でもって絶対ないでしょ。誰でもってないと思う。日本よりは受けやすいと思うけど、うん、
誰でもっていうのはちょっと適当じゃない、なんかちょっと。でもなんでさこんなイメージがついてるんだろう。なんかさこっちに来てさなんかいろいろさやっぱり差別とかいろんなね、うん、人種差別とかさいろいろなことを経験するけど、なの日本にいた頃とかはさやっぱり今言ったみたいなアメリカのイメージっていうのはあるんだよね。なんかまあみんなウェルカムみたいなイメージ、ね、なんでだろうね。ちょっと昔のイメージじゃない、やっぱドラマとか映画が影響するかな。それもね、アメリカから来る、だってそれしかないじゃん日本にいる時は。なんか日本で思ってたアメリカのイメージのままアメリカに来ると、まあ合ってるところもね結構あるんだけど、まあ、ちょっと違うところもね、結構あるか、難しい。なんか全部がそうとか全部がこうとかいうのはちょっと難しいけど、うん、でもねアメリカ人でも日本人でもそうだと思うんだけど、さなるべく差別しないように頑張ってる人たちとか、うんうん、いるでしょう。だからなんかアメリカ人とか日本人っていうそのくくりがダメだよね。そうね。ね。なんかアメリカ人はこうとか言っちゃうとそうじゃない人もね、うん、含めちゃうから。そうね、まあでもそれは何でもそうだよ、うん、ただ適当に言ってるだけじゃんってなる。あとはいろんな意味で大きいイメージ。何が、あでも国が全部なんか食べ物とか 国もだし土地もなんだろう。なんかアメリカはそう土地は大きいし、うん、道は大きいし、でもそれはスペースあるからちょっとスペースあるから大きいけど、でも食べ物は大きいかな。そんなに大盛りだとは思う。なんか、うん、大盛りだと思う。なんか日本のサイゼリアで大盛りで注文する、なんかパスタとかもダブルサイズとかあるじゃん、うん、あのダブルサイズの量が元から出てくる、まあね、っていう感じかな。確かに。でもそれはねみんな持ち帰りとかするし、みんなそれ全部食べるってわけじゃないし、結構ほとんどの人は持ち帰りすると思うし、ね、ただコスパがいいかなアメリカは結構。そうだね、なんかポテトチップとかめっちゃでかいしね、大きいのは結構いい意味かもしれないね。イメージ的にはコスパ的に、うん、なんかだってね本当にお金に優しいよね。ちょっとの、まあ、安いお金ですごく大きいものが手に入るから、まあ、ちょっと食べ過ぎとかには注意だけど、なんか徐々に食べていくんだったら結構優しいかな。でも兵士の野菜とか、うん、あの果物とか特に日本めっちゃ高いじゃん、うん、日本の果物美味しいけどアメリカの果物も美味しくて、ね、ちょっとのお金でめっちゃ買えるから、ね、それはいいね。どうした今、魚じゃねえや魚が吠えてる外でアメリカイコール自由、何があれそういう言ってる人も意味わかんないでしょ、ね、でもね日本だとあるんじゃない。日本も自由じゃん。そうだね、自由だけど何を基準に自由って言ってるのかわかんないけど、なんかやっぱ自由の国アメリカの自由から来てるんだろうね。それはアメリカイコール自由、日本語への訳し方がダメだと思う、うん、だってこっちだと違う意味、うんイギリスから離れたっていう意味だからね。なんだろう独立の自由っていう意味の自由の国アメリカ。そうだよね。でもなんか日本の中だとなんか何でも許されるっていうかさ、うん、ちょっとなんだろう違う自由になってるよね。なんか、まあうん、そうなんかアメリカはそうその独立した意味もあるし、うん、あとはそう自由っていうのはなんか。なんだろうなんか政府はそんなにコントロールしない人、うんうん、でも日本も実際そうじゃん、そんなになんか変にコントロールされてないから、なんか自由の国いっぱいあるから日本も入れて、うん、ヨーロッパとかもそうだけど結構他のアジアの国とかもそうだけど、だからなんか自由ただ日本人適当に言ってんじゃない、うん、でも本当にアメリカに来てもう自由を感じることはそんなにないと思う。だって日本変わらないと思う。でもむしろ不自由なんかいろいろそのこっちに来てそのビザの関係とか、なんか前も話したと思うんだけどそのグリーンカードのこととか、なんかとにかく
仕事が遅いかな。日本だったらその日とか1週間以内で終わるようなその手続きとかが、アメリカだと今もまだ1年経たなきゃなんかその申請が下りないとか、ね、だから結構ねすごく大変、うん、それはね、うん、なんか本当に不自由だなって思うかな、この移民からしたらね。そうだよね、うん、ブレン的には自由って感じるときあった。でも自由って感じるとき、なんかアメリカ人が多分よく言うのはその発言が自由、あ、何でも思ったこと言える、思ったこと言う、なんか政府とかに対しても何でも言っていい、うん、でも日本も実際そんなになんか変なことされないでしょ。されないと思うけどね。だからなんかそれはちょっとアメリカだけじゃないよ、ね、でも日本に5年住んだし、なんか日本に住んでる時とアメリカに住んでる時なんか自由の差とかなかったし、うん、別になんかただ、まあ、一緒、うん、結構でも有名だよねこれ多分ね、自由のイメージ。でもなんかそう、でも本当に知りたい、なんか日本人が自由、アメリカ自由だねとか言うときは本当に何に考えて言ってるのかな。なんかアメリカの自由はこういうイメージっていうのがもしあったらコメントさらに残してみてください。なんかね、ブレンがすごく知りたがってるので、うん、アメリカ人は自分たちが世界の中心だと思ってる、うん、でもそれは意外と合ってる思うけど、でももちろん全員じゃない、まあね、でもそう思ってる人もいる、本当にいる、いっぱいいるいっぱいいる。でも大体この人は国から出たことない人とか、うん、本当になんかアメリカ人ってそんなに外国のこと知らないと思う、知らない、なんか全部アメリカ、なんか旅行もアメリカ国内でやる人も多いし、まあね、広いから、うん、でも道を見る、うん、見るよ。なんか日本もそうだよね、なんかその日本から出たことない人たちっていっぱいいるじゃん、うん、でなんかそういう人たちってやっぱり結構なんか日本最高、日本住みやすいって言うけど、そう、やっぱり旅行アメリカとか違う国イギリスとかで、なんかいろんな人と会話とかいろんな人ところに住んでみたらやっぱり考え方は変わる可能性はあるよね。そう、だからね、なんかブレンが言うにはアメリカの人はなんかアメリカ内で旅行とか結構するみたいだから、なんか国外にあんまし出ないんだって。パスポート持ってる人本当は少ない、うん、アメリカ人そうだからかなと思う、その愛国心がすごく強い。あとまあ最近できた国っていうか新しい国っていうのもあるけど、でもなんかそのね、ちゃんとした愛国心、愛国心もいいことだと思う、うんうんうん、愛国心はそう持ってんだけどいい人でなんか愛国心変に持ってる人もいるから、それも違うと思う。でその変に愛国心持ってる人たちはそのアメリカ一番とか言う人だけど、ね、なんかいろいろな世界を知ってなんか周りを見てなんかアメリカをそれでも一番って思うんだったらすごく納得がいくんだけど、なんかなんだろうね、まあ、世界はもう、ね、アメリカ以外は劣ってるっていう風に最初から考えてなんかアメリカが一番っていう人たちはちょっと苦手かな。そうだね、アメリカいいところだよ、うん、いいところ、ね、でもどの国でもその、ね、特徴と弱点とかあるし、うん、まあ、結局自分次第だと思うんだけど、ただ、ね、何も考えないでアメリカ一番っていうのはちょっとやめてほしい。そうだね、それはそうだね。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。この動画面白いと思ったら高評価のボタンを押してください。とあとチャンネル登録とあとコメントコメントコメント待ってます待ってます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。